本をめぐって西へ東へ、二千二十四年六月五日、水曜日。本当こラジオの時間です。お相手は想定家の矢作多聞と。 愛の手役岩永さと子さんです。はい、こんにちは。こんにちは。うん。暑い。<laughs> <laughs> 外は暑いね。ちょっとね。すごい日差,日差しがものすごいよこれ、うん。うん。なんか。でも日陰でると爽やかだったそうね。風がね。風が吹いて日陰だと、うん、まだそんな湿度が高くないから。うん、そうですね。うん これそうなんか昨日ふらっと一乗寺のスーパーに買い物に行く途中にどっかの4位かな,、うん、なんかお店でお店の人と若い人がなんか話してて「うんうん、まあ6月の京都にあんまり外国人は来ないですからね」とか言って。 め,<ー>めっちゃ昨日夜台湾から来た僕の友達がうちに来て <laughs> ご飯食べてたんですけど <laughs> 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 まあなんかなんまあイメージ的に桜の季節がね、うん、やっぱり京都に来るならみたいなあんのかなだ,、ね、だと夏の祇園祭りとかに合わせて、うんうんうん、だから祇園、うん、祭に来るからまあ6月はちょっとっ、ね、5月は5月でお祭りがねあるし。 うん、そうですね。六月がまあ、空いてるっていう、でも、今いいよね、季節としては。そうだね、なんか、まだ梅雨入りもしてないしね。そういうこと、日陰でね、風がファーと吹いてくると。ああ、いいなって思いますね。外、外が嬉しい時期、まだかろうじて。そうですね。うん、うん。でも、なんかさ、ずっと、先、先月、今月とさ、まあ、今月始まったばっかりですけど。 ずっと家で仕事してるんですよ近頃。今週の頭かに久々なんか関所坊ねもともと四国にあってそこから茨城に移って京都に移転してきた夕夕方の夕って書いて関所坊さんのお家ができて今週かな今週プレイオープン今週末プレイオープンとかな でなんか作家の大竹明子さんに誘われて行かないとか言われてうん、うん、で一緒にご飯食べに行ったんですけどねうん、うん、久々とと外出たと思って <laughs> 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 なんかしばらく家人と会ってなかったり外出てないとちょっと引きこもりみたいなき気持ちになってあの人と僕喋れるかなって。 少し思ったんですよかける時 <laughs> 結構ガモンさんって、うん、こうメリハリがあるっていうかそう、ね、めっちゃ外にずっと出てる時期があれば、うんそうね、しばらく引きこもってるみたいな、ま、メリメリの方が、まあ、どっちがメリだか分かりませんけど引き,引きこもってる方が長いかなでも全体的にあそうあの1年間トータルで見たら,、うん見たらうん、圧倒的にやっぱ本作ってるってさ チク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 ね文字直したりさ、うん、なんか色直したりそう,よ、ね、そうじゃないってことに仕事が、ね、そうなんですよ <laughs> 仕事らすそだそうね外歩き回って遊んでって本できたら最高だけどね最高ってから <laughs> まあそう、ね、<laughs> 楽ちんだけど、うん、なんか例えば編集さんとかライターさんとかって結構外でお仕事したりとか多いと思う、うん ですけどやっぱしゃべってなんぼっていうかね人と会ってなんぼみたいなとこあるよねそうですよねうんうんうん取材とかもあるしねそれに比べたらもううちに引きこもってゴロゴロはしてないんだけどうちに行って頑張って仕事してるんだけど語弊があるでもさ世の中多分家でさ仕事してるっていうとあんかいいですねみたいな自分のペースでこうなんか楽しんでやって。 デザインなんてやってるんですねみたいな <laughs> イメージがあるけどねうん、うん、あるみたいですけどねまあ実際は目が三角になってますから「<laughs> やばい!」とか言ってね <laughs> もう締め切り間に合わないとかねう、うん、もう3日オーバーしてるとかねそうそう真夜中に、ねうん、そんなことやってますけど、ね、まあ、うん、そういうとこはねあまり見せずに口笛吹いて本作るっていうのがね、まあ、目標ではあるんですけどんかそんなふうな感じがしますよ。うん なんそういう見えてる気がします多分ああ口笛増えてる感じうんじゃあイメージ戦略がうまくいってるってことだねそう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  <laughs> なんかいつ仕事してんだろうっていう感じがする、うん、直接一緒に仕事をしてる人から見たら違うかもしれないですけど、うん、あそうねデザイナーってやっぱりさいろんなイメージがみんなあるのかもしれないけど、うん、この間さなんかツイッターでさなんかシェアされてきた。うんうん、誰か,かがシェアしてたんだと思うんですけど うんうん、なんかこう30代40代の男性デザイナーは大体こんな感じみたいな写真がなんか流れて,て写真で4人ぐらい30代40代の男性が写ってるんですよ正面から撮った写真がねうん、うん、でそれがまあ多少こうファッションとかね見た目違うんだけどうん、うん、共通してるのが坊主 眼鏡ヒゲっていうそれでちょっとあれと思ってね今僕坊主眼鏡ヒゲなのでそうてこれそ当てはまってる,てってる <laughs> しかもデザインやってるみたいな <laughs>、ね、デザイナーってなんかそうクリエイターみたいなこと、うん、まあいろんなグラフィックとか広告デザインとかね<ー>いろいろなんだろうと思うけどもちろん出版関係のねデザイナーもそうなんだろう そうなんだ僕このスタイル結構 <laughs> あの20代の初めぐらいからこんな感じなんですけど、うん、<laughs> 多分さすごいさ髪の毛長かった時代もあるんよね、うん、そうよでも10代の時ねうん腰まで長かったっていう、うん、そこからいきなり坊主なの,坊主なの中間はなかったそれはなぜかというといろいろ理由はあったんだけど一つはやっぱり髪の毛が長いと。 うん、髪の毛長いプラスインドに行ってるってなるとそういう感じで見られちゃうのね。うん、<laughs> <laughs> ああみたいな、ね、そう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 ん、ヨガとかやってんですかみたいな感じになるわけです。でそれがすごい嫌でなんかいかにもな感じになるから、うん、もうシンプルに坊主しちゃおうと坊主にしてで、うん、まあ目もねだいぶ悪くなってたので眼鏡もしてちょっとこう。 シンプルすぎるのでちょっとひげがねうん、うん、下だけでも生えてるとバランス取れるかなってなるほどたったそれだけのことなんですよ <laughs> だけど <laughs> 先週見たそのシェアされてきた写真に僕そっくりな人たちが並んでたんですよ <laughs> おかしいねおかしいんですよなんで、うん、<laughs> 時代が僕に追いついてきたのかな <laughs> そうういことななのかだからねそろそろみんながやるようになったらおしまいだなと思ってそうだね次のスタイルを見出していかないとかもしれないでも金髪とかねやだしなるほどね何したらいかない三つ編みとかもうそれもやっぱそれっぽいじゃないですかちょっとヒッピーっぽいじゃないですか確かにまあどこを三つ編みにするかによるかこっかかららの 坊主はキープしつつ着てるものがサムエとかねそれもそれっぽいじゃんなんかだからどっち行ってもそれなんかそうそうなのんかしかもなんかそんなにまだ体に馴染んでない感じそのサムエがちょっと寒い新しいねみたいなちょっとコスプレ感がああいう感じもねちょっとあれだしサムエね どうしようかね。どうしようかな。次なるね、うん、次なるファッション<う>資産分けとかにするか。<laughs> <laughs> 急に昔のサラリーマンスタイルとかね。<laughs> 唐突にあの、うん、ネクタイ締めてね。なんかとかね。<laughs> いやだから本当なんかもう四十二にもなってなんかこうね、うん、自分のイメージについてね。 くよそう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 のもどうなのかなと思いつつねああ<ー>、ね、ちょっとそれ女性デザイナーも知りたいけどあそうだよねそうだよ、ねうん、多分でも女性デザイナーはもしかするとその、うん、身体的なそういうヘア,ヘアスタイルとかそういうのよりなんかファッションとか、うん、そういうのがあるかもねんかあうねあと好みとかなんかな、ね、ほら OL がアロエヨーグルト食べる的ななんか <laughs> デザイナーはこういうなんかわかんないけどそう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 なんかどうしても運動不足になりがちだからあの筋トレを、ね、仕事机の横で筋トレしてるとかなんかそんなのあるんじゃないですかね。 あるわけ。まあどうでもいいけどね。そうだね。別にね。誰も興味、誰が興味あんねん的な話題になっちゃった。なっちゃったね。あの今日はですね、ゲストトークが絵本作家のミロコマチコさんが、はい。奄美のね、ご自宅とつないで、お話ししようと思っております。 ミロコさんはもうね、はい、前に大晦日とかかななんかスペシャルの時には何回か出てもらってるんだけどうん、うん、通常回で出るのはね、うん、実に3年ぶりみたいですね。あそうですか、うん、なので久々にねたっぷりお話聞けるっていうのがあってあと先月かな「草原社から出た間で考える」っていうシリーズずっと僕想定してますけどうん、うん、それの新刊のお栗田龍子さんの「ハマれないまま生きてます」っていう本が出て。 その本の、うん、総画と挿絵をミロコさんに書いてもらったんですよ。でこのシリーズあ,のある時期からこのシリーズで絵を描くと自動的に本とこラジオで喋らなきゃいけないっていうセットになっておりまして <laughs> <laughs> ミロコさんにもまた出てもらおうと、うん、いうことになって、はいまあ、これは,はまれないまま生きてます、うん、ね本についてはまた。 トークの中でいろいろ話していきたいと思いますけど、うん、まああのクリタリさんってわかります？はい、あのい<や>ボソ<ス>なんだっけ、うん、ボソボソボソ声のフェミニズムとか。ああフェミニズム。うん、うん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 はいはいはい。人でね。うんクリさんがうん子供と大人の間って副題がついてるんですけど。うんうん,うん。なんかほら大人らしさとか子供らしさとか何々らしさみたいな話ってあるじゃないですか。うん 年齢は大人の年だけど子供っぽさを持ってるとか良、うん、くも悪くもそういう言われ方をしたり、うん、でも、うん、大人っぽいってのは何,何から大人なんだろうとか結構モヤモヤするテーマではありますよね、うん、子供と大人っていうね、うん、でそれを、うん、まあそれについて栗田さんが自分の経験まあ小さい時からのね まあ大人そもそも大人になりきれてない以前に子供にもあんまりハマってなかった子供らしい子供ではなかったっていう話から始まるんですけどんかそういう自分のお、まあ、子供と大人あるいはらしさとか世間とのつながりの中でもやっとしてる話を自分に引きつけて物語に引きつけて、えー、語ってるという本なんですね。うんうん、でこれに結構、ね、内容が 不思議な内容だから誰がどんな人の絵がいいかなっていろいろ考えてるうちに <noise> あそうだミロコさんと思ってミロコさんにお願いしたのが始まりだったんですけどうん、うん、まあどういう感じで絵を描いてくれたのかっていうのは、まあ、本人にも聞いてみようと思います。では最初の曲「ラミロ LR で」でペンサンド NT。 Como siempre yo pensando en ti. A Dios le rezo una familia. En el futuro yo veo y tus caprichos cumpliendo. Cuando me miran esos ojitos color café, por ti me vuelvo loquito. Por siempre estaré contigo. Y ahí te va, chaparrita. Tú sabes quién Si sí, suena. ここラジオ今日のゲストトークは絵本作家のミルコマチ子さんにおつなぎしています。えー、なんかねいつもの通りなんですけど、ミルコさんのお家の wi-fi がなかなかつながりが悪いということで、時々つあの途切れたりするかもしれませんけど、まあ、<laughs> めげずにやっていきましょう。あのこんにちは。<laughs> <laughs> こんにちは。よろしくお願いします。 なんか今もね<ー>アンテナ自分の体あの携帯を持つと音が聞こえるみたいな結構その w i f i って分かんないねその場所同じ、うん、家でも場所によってちょっと他の電波が干渉してたりとかもあるからそう,そう,そうここはいいと思ってたんだけどちょっとでここはっていうのがあるんですね,ですねやっぱり <laughs> あるでも天気にもよるし時間にもよる。<laughs> <laughs> いいね <laughs> いいよそういうのもいいよ <laughs> 天気や時間 <laughs> ちなみに今日あのね實こさん奄美に暮らしてるけどあの、はい、天気はどんな感じ今日晴れてて梅雨入りはしたんですけどもうしたんだうんうんすごいいい天気です、えー、だからいいはず <laughs> あやっぱり雨が降ると <laughs> w i フ f i もつながりが怪しくなるとそう,そうどうやら、うん、もう嵐とかでもすぐ停電 はしょっちゅうするから停電があるんだ木とかが電線に触れてるからかなとかですけどそうだよね。しょっちゅう切ってるけども激しくはいからこれからの季節あれですねそういう嵐がちょいちょいやってくる季節に入っていくわけだねそうなんです台風もねもう発生してるし台風って言うとなんか ね、テレビのニュースで奄美に上陸しましたみたいのね、うん、やってますもんねそうそううん、うん、えでももう、うん、あれ住み始めて結構なりましたねそう丸、ん、5年ぐらいになったそうちょうど6月でした引っ越してきたのがじゃあ丸本当、うん、丸丸々ですね丸々5年、うん、そうですねうんまあ5年もいるとだいぶうん 気持ち的にもなんか住人の感じになってきましたかそうすっかり私の気持ちは住人だけど、うん、まあなんか島の人からするとまだまだよそもん <laughs>、ね、島の歴史は長いからねそうですね <laughs> その前で5年たらね、うん、はいでもあのみんな優しく 受け入れよそとしててて受け入れてくれくますなんか前に出た時だっけなんかあれ学校ってワークショップとかもしてるみたいなの言ってませんでしたっけ、うん、はいなんかあの全然決まってるわけじゃないけど、うん、あの年に1回ぐらいできたらいいねっていう感じでうん、うん、えっと近くに小中学校と支援学校があるので、うん、支援学校では毎年あの全 小学校1年生か六6年生までやったりとか小中学校でも1回や,やって、うん、あと謎にこう T シャツを作りたいとかなると借り出されて絵の人だからみたいなふわそ,うそ,うそれデザイナーさんの仕事とか思うけど頑張って枠でてみますって感じで <laughs> そうそうみんなに素材を書いてもらうとか。うん、あの 授業に子どもたちとやってるワークショップっていうのはどういういものなんですか、うん、もう何にも決まってはなくて、うん、その年その年の支援学校だったらみんなこう体がどういうふうに使えるかとかもバラバラなので今年の子はこう手を振るのが好きですとか言われたらあ、うん、あじゃあなんかそれに合う絵の具と、うん <laughs> じゃああそうか床じゃなくてね。んかビリビリ紙をちぎるのとか楽しいんじゃないとか、うん、その都度、うん、あの先生と相談しながらバラバラなことをやってます。えー、面白いあとなんか希望も、うん、なんかクリスマスツリーを作りたいですとか言われたらそういうの聞いたりとか。えクリスマスツリーってどうやって作るの それはねもうね床に紙を引いてそこに緑色とかいろんな色塗った紙を破ってなんとなく置いて木の形みたいなのを作ってその上にうんうんでオーナメントをそれぞれ書いてのを切って貼るとかしたんですけど平面でねそれを作るってことね。 だけどなんかそれは展示したいって言われたから、うん、じゃあ先生頑張ってこうこれをなんとか固定して <laughs>、うん、立ち上げてやってくださいって言って、うん、頑張りますって言ってた <laughs> <laughs> それと結構やっぱ大きなものをみんなでわーっと寄ってたかって作るみたいな感じが多いの,多いのかなそう だけど、うん、まあなんかほんとそれもそれぞれ<あ>そのクラスはそうやってみんなで盛り上がるのが好きとか言われたらそういうふうにしたり、うんうん、なんか修学旅行に行くのにみんな分での絵のバッグを持っていきたいみたいなの、うんえー、で1人ずつそういうバッグを作ったりとか。うんうん もう本当それも様々本当でも何でもやりますね <laughs> ってことは。うん <laughs> もうかできるかできないかは二の次そういう感じにな。そうそうそう。あんまりなんか考えていっても予想外のことが起こりまくるからそれを楽しんで「起、うん、きたか」みたいなことも。うん あの面白おかしくできたらいいななと思って、うんうん、なんか多分そこがあ,のあんまりカチッと決まってない方が自分も楽しめるかもしれないですよ、ね、うん、うんうんうん、決まっちゃうと「そうそうあこれもやらなきゃあれもやらなきゃ」とかこう,ううまくいかなきゃみたいのがあるけど決まってないとまあこんなもんかみたいな感じで楽しめそううん なんか逆に予想外のことにも反応していけるからそれぞれの人に合わせれるなんか人数でもあるしそれも島のいいとこでかそほらなんか都会だと、ね 1>, うん、1クラス30人とかいたらそんな,なんか1週間くださいみたいな感じになるけど12、うんうん、<laughs> <laughs> 時間でやることの時に。うんうん やっぱ5人ぐらいとかと1人ずつに合わせてあげれるし5人ぐらい一番いいねなんか人数的にはうんんかもう瞬時にその個性みたいなのもそうだよねちょっとは垣間見えるけど30人だったらねもうなんか誰が誰だかって感じ名前を覚えるのも大変なぐらいだよねそうだねその一瞬じゃね うん、とってもいいあと空気もいいしねなんだか、うん、なんか島の持つ独特のおおらかさみたいなのはやっぱりあ,あるんですかやっぱりうん単純にね教室が海の見える教室とかだとんかねいい空気が流れてるうんいいなあふたっといい風が吹いてそうな感じもねうん、うん、しますよね まあね、ミ勒コさんずっといろんな本のね、はい、依頼を僕してきていていろんな本に絵を描いてきてもらったんですけど、うん、この「間で考える」シリーズのハマれないまま生きてます栗田隆子さんの本ね、うん、これでねあのシリーズごとにいろんなイラストレーターの人が描いてくれてるんだけど、うん、これはもうミ勒コさんに頼むしかないだろうでも描いてくれるのかなどうだろう不安だなーって思いながら。 依頼したんですけど、うん、うんなんかややった感じどうですか？まあ書き始めたら、うん、あのするするといった部分もあるけど、うんうん、ちょっとこのまあ妖怪のようなものが表紙のカバーにいるんですけど、<laughs> はい、はい、謎の生き物がね、はい、うん、この子が現れるまではやっぱりなかなか、うんうん、なんかとっかかりがつつ掴めないみたいな。 むしろなんか寄り添いすぎない方が良かったりとはいえ、うん、あんまりにもこうかけ離れた絵だと、うん、こうそれが余計邪魔になってしまうこともあったり、うん、なんかそこの距離感とか、うん、まあ他のシリーズの本も見つつ、うん、あ,あすごいみんなとてもいい。うん 距離で絵を描いててらっっしゃるなと思も結構その辺は瞑想してて、うん、いや、うん、実際難しいなと思うのは、うん、この文章があって文章を、まあ、ある意味解説とか補足するような補足するような、うんうん、絵絵解絵じゃないからかといってね今言われてたように。 全くえなんでこの絵がここにあるのみたいな感じでも <laughs> なんかね謎すぎるし <laughs> 皆さんそこで悩まれるみたい <laughs> だけど <laughs> 作ってる側としてはすごいそこを丸投げしてしまってるので <laughs> 自分で考えてください <laughs> みたいな感じでお願いしてるところが大きいんですけどひょいちはあのこの本ねまだ見てない人のために言うとなんか。 虹色のような沼のような池のようなところから謎の猿、うん、いや何なんだこいつはっていう感じの生き物があの沼から出ようとして手を伸ばしてるような感じのすごく色のね鮮やかな絵ですけどねこの子はどこから出てきたんだろうねなんか そのところ書いてた、うん、えっと、メモというか、こう、ラフというか、うん、そうそう、うん、その当時を、私なんか仕事が終わると、うん、どういう過程とかすっかり忘れちゃうので、うん、こういうなんか、ラフとかが後から見,見返すと、おおってなるんですけど、こんなん書いてたんだ、みたいな。そうそう。なんかね、あの、やっぱりダンゴムシの存在は、うんうん 相当意識してて、うん、そう栗田さんが、うん、あの内容の中でダンゴムシになってしまいたいっていう場所が出てくるんですけどそこはやっぱりすごく象徴的というかみんなもこうイメージしやすいしうん、うん、私の中にもやっぱりとっても残ってダンゴムシって思ったんですけどんかあまりにもこうちょっと。 直球すぎるなと思っどうやら初めは、うんうん、なんか虫っぽく描いてました。ああ。ダンゴムシではないんだけど、ちょっと栗田さんを虫に見立てた。ちょっとか硬い殻を持ってそうな。うんうん。なんか、でもまあちょっと顔はね、バッタ系というか。あ、そうなんだ。じゃあ、丸っこくなかったんですね、そんなに。 あ丸っこくないですね。ただ、なんか沼から生い出てくるのは初めから想像してたようで、そのイメージがあったんだね、<の>最初から。そうですね、うん、ちょっと構図は違うけど、うん、虫みたいなのが、うんで、まあちょっと仮面ライダーっぽい。<laughs> そうだよね、<laughs> バッタだったら。<laughs> 確かに。 でもまあ硬そうではありますね。そうだよね。<laughs> なんか昆虫が沼が…がいつの間にかこうちょっと毛が生えてるような、うん、なんか哺乳類っぽいものになってきたんだね。う,うん。なんか書いてみるとイメージと違うかったんですよね。うん、この虫っぽいのがちょっと奇妙すぎるというか。うん、かけ離れてる感じが強かったかな、うん。そうそう。うんうん。 怪獣感というかそれこそそういうヒーロー戦隊に出てくる怪獣感みたいな感じなんかあちょっと栗田さんのイメージとは違うなと思ってこううろ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 してるうちにこの猿のようなちょっと妖怪のような哺乳類っぽいのが出てきましたね。 うん、これがだから本当にまあ同系語りじゃないけどあの、うん、ね水先案内人としてこの中のね、うん、本文でもずっとこの子がジタバタして悩んだり、うん、くよくよしたり、うん、なんかそれこそ団子飯みたいに丸まったりして進んできますね、うん、絵がね。 生まれたたいもう大丈夫って感じが <laughs> 藤本さんとかタモンさんとかもちろん栗田さんの意見はまだ全然聞いてない自分の中でだけ作られていってるんですけど、うんうん、あでもなんかこれで私はなんか書いていけるぞっていう感じはあってこの時に。うんうん、あとはこの子をどうこの子がどういうふうに動いていくかとかどう表現するかなだけで。うんうんうん なんかこのミルコさんって、うん、あのねそれこそ最初の狼の飛ぶ日とかからずっと動物を描いてきたわけだけど、うん、この、うん、特に奄美に越してからその傾向が強くなった気がするけどあの異形のものというか何ん、うん、か何、うん、んていうのかなそれこそ虫っぽいようで。 哺乳類っぽいようで、うん、鳥のようであったりなんかうん、うん、いろんなこうもうちょっと間な感じジャンル分けされないようなぬめっとししたた生き物が登場するようになりましたね、うんうん、そうですね、うん、それがすごく僕はなんか前にも増していいなと思って、うん、あのこういう得体の知れない生き物がくっついてる本を作りたくなるな、うん、<laughs> と思ってたんですけど、ね。<laughs> うん うんこれ、得体の知れない生き物でいうと、まうんうん、なんかこう、うなぎのような蛇のような何か生き物がいますね。あ、そうそう。うん、あのこのぬ沼の住人というか、<laughs> 私の中では。この沼は、うん、こうとても居心地の悪いものっていう感じなんですけど、うんうん、このうの うなぎもどきと呼んでましたけど、うん、私は。は、うんあの、それに何も疑問も思わず、快適に過ごしてるっていう存在で、うん。うんうん。だから、とっても不思議な顔で、うん、でこの妖怪のような、うん、あの猿のような子を、私は絶望ちゃんと呼んでたんです。 絶望ちゃんのことを、なんでこの子はこんなに塞ぎ込んだり、なんか恥ずかしがったり、ジタバタしてるのかとか。それを不思議そうに見てるっていう感じですね。まさにね、表一がそうですよね。このうなぎもどきが、本当。目が。なんか。きょとんと。きょとんとしたような目でね、絶望ちゃんを見てるっていうね。そうそう。なってますけどね。うん。 まあそれもなんかあの栗田さんの絶望が沼の底から這い出てきたっていうのがちょっと初めの方にあるんですけどそれが本当にピコンとヒントになってこういう絵が生まれたんですけどいやー面白いなんでそんな、うん、あの本当にえ、まあ、絵描くってすごいなと思うけど。 あの本読んだり文字でね得たところから、うん、こういう造形生き物がにょろっと出てきてそこで住み始めちゃうっていう <laughs>、えーうん、感じがすごく面白いですよね。あの音楽挟んでちょっともうちょっとっあの印象に残ったとこさっきのねダンゴムシのとこ僕,すごい僕もすごい好きなくだりで。 そこもちょっと読んじゃうん、うん、朗読したらいいんじゃないかなって今思ってるんですけど<あ>ちょっと音楽を挟んでまた後半続きお話伺います。音楽は、はいえー、コディ・フランシスで「Weather and、Storm、s t o r All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Could see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. この本の中で、ミロコさんが印象深いところって、どっかありますうんあの、ね、たくさんあるんですよね。うん、ありますよね。そう、うん、多分まあ、1時間じゃね、話しきれないから、うんねうん、とってもやっぱ印象的なのは、うん、ダンゴム虫の登場ですよね。それはさ、なんか僕も、どこのことを話そうかな、うん、って。あの なんだろう印象自分の中で印象深いとかどこかなって今日ね午前中読んで、うん、もう一回読み返してたんですけどやっぱりダンゴムシですね何なんだろうね似たようなとこが気になりますね、うんうん、このなんかダンゴムシのところはえっ、ー、とその前段というか、うん、そのダンゴムシの共ダンゴムシへの共感という、うん、項目があるんですけどその前に、うん、あの あまりに心細い好きなものっていう短いお話があって、うん、まああの栗田さんはあのね不登校だったりそれこそ中大の時になんか自殺未遂みたいなこともあるんですけどもなんか子どもの、うん、時に自分のどうだったんだろうって振り返っていくと時になんか その悩みとして自分が誰かから好かれないことよりも自分がいろいろなものを好きになれないことがあったっていうなんか、うん、あのみんな、ね、好きなものをこう持ってその時代時代のものももちろんあるだろうし、うん、こういうものが好きスポーツが好きとかなんかいろんなものの好き これよりの素敵とかいろいろあると思うんですけどそういうものになんかことごとくこう、うん、なんかしっくりこない、うん、好きになれないどころかうん、うん、むしろ嫌いみたいな、うん、なんかあのうん、うん、好きなものをこう断片的にはあるけどもなんかこう自分の存在をそれで肯定できるような気持ちにはならなかったっていう話があってその後に。 ダンゴムシになってしまいたいっていう話が出てくるんですよねちょっとここを読んでみようかうんえ、ミロコさんも読む、うん、えじゃあタモンさん <laughs> 読,<む>読んで <laughs> <laughs> じゃあねダンゴムシへの共感って、えーうん、まあ四ページぐらいのあれなんですけど ちょっとどこまで読むか読みながら考えますけどちょっと読んでみますダンゴムシへの共感ダンゴムシになってしまいたいそんな中で強く引きつけられた生き物それはダンゴムシだ花や樹木を美しいと感じる感性はもう少し後にならないと生まれてこなくて物心がつく頃に私が好きだった生き物はダンゴムシだった 好きになった理由は2つまず丸いことだ小さい子供は丸いものが好きだと聞いたことがある確かにドラえもんもアンパンマンもあるいはサンリオのキャラクターなども多くは丸っこい曲線的な輪郭が愛される要因の一つなのだろうしかし私は小さい子供の好みというより自分が太ってると意識させられて 丸いものを意識した部分がある。私には太っていて丸っこいゆえに認められない疲れない疎んじられるという紛れもない現実があったそれならば丸いのに愛されない存在って何だろうと思った時に目についたのがダンゴムシだった丸っこい虫といえば腸や蛾になる前のイモムシなどを思いつく人もいるだろうが 私の家は海沿いで植物が育ちにくかったためそういう虫は目につかずダンゴムシが一番身近な丸い虫だったそして何よりダンゴムシがいいのは攻撃を受けるとくるっと丸くなれるところだったそもそも大きな石の下ののにいて存在そのものが目につかないようにしているのもいい悪口を言われたらとりあえず丸くなって どこかに隠れてしまいたいという子供の頃の私の願いに非常に近い存在だったのだ。そして二つ目の理由は、ダンゴムシは悪いことをするから嫌われているわけではない点だ。嫌われる理由はビジュアル面によるところが大きい。いわば生理的に受け付けないというレベルの嫌悪を抱かれる。太って、 丸い私に対する子供たちの態度もそんなものだったし太っている自分さえいなければ私の周囲は問題がないのだろうなと思うこともしばしばだった特に子供のいじめなどは何が理由かもわからないしこちらも子供だからこそダイエットなどということもまだ知らなくて何をどうしたらいいのかもわからない私はそんな世界に愛着を持てずそれでも この世界にもし自分が存在できる形があるならばそれはダンゴムシみたいな感じだと思っていた背が高くなってしまった大人の視点からは地面を這うダンゴムシは見えにくいが子どもの視点だとよく見えるさらに私は泥遊びや砂遊びをよくしていたのでダンゴムシは本当に身近だったダンゴムシみたいな状態なんだから一層ダンゴムシになってしまいたい 親から叱られたり先生の指導が理不尽に思えたり同じ教室の子供たちの自分への扱いが耐え難い時にはよく自分がダンゴムシになったことを想像した。っていうまあこのあとちょっと文章続くんですけどね虫これダンゴムシってあのロコさんはどうダンゴムシになりたかった ダンゴムシってどういう存在だった自分ではなんかとっても身近で誰しもが触ったり見てたと思うけどさしてこう気にも止めずなんかそれを捕まえて例えば虫かごで買うとか誰もしないじゃないでダンゴムシを買うみたいなねそういう子がいたら面白いけどでもなんかそういう あのちゃんといるしみんなは認識はしてるんだけど、うん、気にも留めないようなもの、うん、そしてそのなんか丸まれることカメ、うん、とかもねパッと攻撃されたら中に入って丸まる感じが、うん、なんかダンゴムシって不思議だなっていつも思う <laughs> あの動きそのものはそんな俊敏な感じじゃないけどあの丸まるときってシュッと丸まりますよね。うん、うんうん うん、あのギャップがすごいなっていうあこいつ本気で本気で隠れたいっていうかあの、うん、必死に丸まってんだなっていうかね。<laughs> なんいないねん,なんか頭隠して尻隠さずなとこもあるかもしれないけど、ね、あれでこ自分はもうい,いませんってイメージなのはなんか、うん、とっても栗田さんに私も共感できたというか。 ダンゴムシになりたいと思ったこと一度もなかったけどその章の最ショショーというかその最後らへ、うんにダンゴ目立ちたくない、うん、攻撃されたらどこかに隠れたい、うん、そして嫌なことをされたら丸まりたい、うん、と願っていた身としてはダンゴムシの生き様こそが私の求める理想の姿そのものだったのであるっていうところが。うんうん あとっても私は分かるなっていう感じすよねこれの,のこ、ね、今言った話の間にお,、うん、お姉さんの話が出てきてねお姉さんすごいなんか対局というかうん,、うん、なんか勉強もスポーツもできて格好みもよくて性格も優しいのにさらになんかマナーの本を買って、うん、食事と挨拶の仕方を勉強してるって <laughs> もうそれ以上やめてくださいっていう感じに <laughs>。 <laughs> なるんだよ、ねうん。うんうん、だらそこからのすごい対比で、うん、なんか自分はもうそういうふうに可愛いとか女性らしいとかなんかちゃんとしてるとか、うん、そういうことじゃなくてもうできるだけそ,そっとしといてみたいな <laughs> ね、うん、くるくるって回って小石のようになって、うんうん、なんか嵐が過ぎたらまた <laughs> 活動するみたいな。 <laughs> そういうういいイメージだっったのかなっていう、うん、でもさこれ僕読み返しててふと思い出しちゃったんだけど、うん、ミロコさんとの一番最初ではないけど結構最初の方の接点として「あの就職しないで生きるには」シリーズの、うんまあ、あのシリーズ全体で絵を描いてもらって、はい、あのシリーズってさ、うん、なんか。 著者の人に会う動物を描いてくれるっていう描いてくれるというかまあそういう描いてっていうお題でねいろんな著者の人をそのまま動物にしてくれたんだけどうん、うん、僕はアルマジロだったんですよねそうでした、うん、<ー>でなでかねタモンさんは伝えたいことの多いアルマジロって書いてあって <laughs> だからなんかねアルマジロもちょっとダンゴムシ感はあるよねその動きとしては。あるある うんうん、殻があってさちょっとクルクルってなったりして、うんうん、だから僕は結構なんかまあアルマジロになりたいと思ったことはないですけど <laughs> あ<の> <laughs> ダンゴムシは結構子供の時はなんかなりたいっていうか自分と同類だと思ってたんですよねどちらかというとでなんか虫全般が好きなわけじゃないから クモとか全然仲良くなれないし毛虫も嫌だけど、うん、うんあとカマキリとかも、ね、バッタとかカマキリとかも男子はさ取ったりするじゃない、うん、あれもあんまり好きじゃなかったんだけどカタツムリとダンゴムシはなんか自分の同類というか <laughs> 近いところにいる生き物だったんだよね気持ち的に飛んだりしないしね飛んだりしないしなんかすごい予期しない動きもしないし、うん、しないっね、うん ちょっとひっくり返すとダンゴムシはきもなんていうの足のとこがマチャマチャマチャとなって <laughs> ちょっと気持ち悪いけど、うん、でもそれも含めてちょっと気いいいみたいな感じでねつだったっけなあの宮崎駿がなんかのドキュメンタリーで、うん、なんか「宮崎さんやっぱり生まれ変わってもアニメーションや,ったやりたいですか?」みたいな話に「いや俺はもう。 次生まれ変わったら団子虫になりたいって, <laughs> 言,って <laughs> 言ってたんですよねお<ー>だからねこの団子虫感ってあるまあなんていうのそういう風うにメジャー代はないけどなんかそういう気持ちってちょっと僕わかるなと思って片つむりもだけど共通してるのはやっぱりこ、うん、自分が閉じこもりたいときはビタッとそうだ片つむりもそうだねあるもんね殻がね、うん ただよくなったらこう出てきて「うん、あ雨だ!」って出てきて「今はいいんです」みたいな時はビシッとるなんかイキイキしてるけどまたちょっと調子悪くなると殻、うん、の中にピュッと入って、うん、そういうふうになんか行きたいなダンゴムシになりたいななんかできればそうやって生き延びたいなっていう,いう気持ちと、うん、なんかでも世間的にはダンゴムシより、うん ぴょんぴょん飛べるバッタや鋭い鎌を持ってるカマキリや強そうなカブトムシになりなさいじゃないけど、えー、あんまりあダンゴムシいいねって言ってくれる人は周りにいなかった気がするなミロコさんってさすごいまあ不思議だな不思議だなっていうか面白いキャラクターだなっていつも思うんだけど あんまり人が好きじゃないんじゃないかな、うん、<laughs> と思う時あるんですよね <laughs> 人嫌いっていうかうかできればほっといてっていうかあの関わりたくない時は関わりたくないっていういいてる人ってそういう人多いのかななんか私もそ,うそれでもいいと思えるのは、うん、とっても時間がかかったかも。 それこそ、れこ人が、ね、嫌いではないんですけど、うん、そのもちろん苦手な人とかはいるけど、うんうん、別に一人も好きで、うん、自分が会いたかったりしゃべりたかったりしたらしゃべるんだけど、うん、でもちろん会うんだけど、うん、まあひ今はいいですみたいなこともある<笑><笑>別に八方美人ではないよっていうかこう、うん、自分に無理してまで。 愛想振りかないいよっていう感じですよ、ねねうんうんうん。うん、でもそれがやっぱりなんかそうではよくないんじゃないかっていう、うん、人に思われるっていうことで、うん、そうじゃないふりをしてた時代は長かったと思います、うん、それはでも辛いでしょう逆言ったら、うん。でもかといって別にできてはないんでしょうけど <laughs> そう<っ>か <laughs> <laughs> 頑張ってできる問題じゃないっていうね。 そそうそう,うん、うん、客観的には全くしてなかったかもしれないけど<笑><笑>えそれで頑張ってたのみたいな周りから見 <laughs> <笑><笑><笑>でもそん,なそんな人じゃないよっていうふりには、うん、まあそれこそ子供時代とかうん、うん、学生時代はしてたと思う,そ,うなんだそれで何ともこの世の中は生きづらいもんだと思ってたのででもなんかそれでもいいんだと思い始めてからはもう うん、どっちかっていうとその方が人のことも好きになったし、うん、気軽にコミュニケーションも取れるようになったしあのミロコさんの,あのそれこそ「オオカミの飛び火」とかの前のなんか絵って何枚か前に見たことあるけど、うんうん、結構怖いよね。なんか 女の子がガーって口開けて中が真っ黒みたいな、うん、なんかすごいこう沼感があるっていうか、うん、あまずいもの見ちゃった、うん、みたいな <laughs> <laughs> あれはそういう結構精神状態の時だったのかなうーんかもしれないですね、うん、なんかやっぱり鬱屈としたものを絵、うん、にって発散してるっていう感じがあって、うんうん だけど、なんかそういう絵では、私はこう、発散してるようで、しきれてなかったから、だんだん変化、自分の中でどういうものを作りたいだろうって、もうちょっとこう、その都度その都度考えながら、でもそんな頭で考えてるわけではないんだけどそそうですよね。書きながらうん そそうそうなんか手を動かしてるうちに、うん、私はこうなんだこっちの方が好きなんだとかをどんどんこうまあ認めていってあげれることもできたのが、うんうん、幸運だったなと思うんだけど、うん、で変化していって動物を経て今うそう動物の感じもすごいおおらかで、うん、なんかあけ広げでなんか。 豊かな明るさを感じるんだけど奄美のこの偉業偉業史律というか偉業のものになってきた時に、ね、やっぱり、うん、あのちょっと怖さが出てくるじゃないですか明るいだけじゃないというかおおらかだけじゃないというかちょっとゾワッとするような目をしている生き物がいたり、ねまあ、常に描くものって変わるってくんだろうねそういうふうにね。 多分私はね特になんか何かを突き詰めたくて書いてるというよりかは、うん、今自分に必要なもの、うん、とな体に取り入れたいものみたいなのをそうですね、うん、今、うん、それを感じ取りたいってことを書いているので。うんうん うん、でその恐ろしさとか、うん、やっぱりこう自然の中で生きていくためには、うん、あ危険だなとか、うん、そういうことがとっても大事で、うん、そういうものがきっとこうちょっと絵の中に入ってくるんでしょうねやっぱ野生,野生の部分というかなんかし自然ってなものとか、うん、あるがままのものって すごいこうふわっとした優しさに包まれそうなワードではあるけど。うん、実際は怖いよね。うん、怖いものがゴロゴロしてそうな気がするよね。う,うん、うん、人間弱弱ですからね。<laughs> そうね。<laughs> <laughs> 弱弱だから、もう本当に察知して生きていかないと。うん、蛇に噛まれたりね。そうね。<laughs> <laughs> 海で流されたりいろいろ危ないのでそれを感じ取っていければうまくお付き合いして自然から得るものもいっぱい大きいご飯とかたくさん手に入れられるのでやっぱりリスクリスクというかね危険な部分もあってのおいしいご飯みたいなところはあるはい 今そのうご危険な動きとかざわめきとかもたくさん絵にしたいです。うんうんなんかこのさクリタさんがさこの本の中でさ信頼できない語り手っていう話をしてて、うん、うんうん。なんか多くの読者本を読む人はさ本書いてる著者をこう信頼に値するこう正しい存在っていう風に見,見なして読みがちっていうか、うん、なんか。うん そそこで本としてて書かれてそれを、ね、読み進められるのはその人に対しての信頼があったり「うん、なるほどもっともだ」とか「そうだよね正しいよね、うん、そうだよね」っていうのがあって読み進められるも,ものっていうかそういう傾向が強いけどそうじゃなくてもっとこの語り手が信頼で「信、うん、え本当に、うん、そうなの大丈夫この人」<laughs> みたいな感じで <laughs> 進む語り手みたいなね。 そういうやり方もありじゃないかみたいな話が出てくるんですけど、うん、それ結構實子さんの絵も実はそうなんじゃないかなっていうのは読んでて思ったんですよね、うん、ちょっと油断ならならいいってうか <laughs> <laughs> 私もそこの部分はでもすっごい心に残ってて、うんうん、感想曲のとこですったあ だっけな感想曲ってね合間にちょっと短い部分で子供を描くということっていうのでね出てくる話でしたね、うん。なんか本を書く人とか、うん、あの絶対正しいみたいな見方されちゃ困るよっていう感じでね。うん、特に絵本なんか描いてると<あ>それ強いんじゃない。うんうん いや本当にね、うん、なんかイメージとかもすごい結構絵本作家っていうのは、うん、<laughs> 教育的な道徳的な、うんうん、人だと思われてるよね多分ね、うん、そういう場面にはやっぱり何度か会ったことあるんですけど、うん、いやいや、うんまあ、こんないい加減な大人いないよみたいな感じ <laughs> <laughs> えそういう場面って何ミロコさんに対してそういうふうに 講座をしてくれませんかとかもそうだし、なんか、先生に対して、うん、保育園の先生に対して抗議してくださいとか、ちょっといい話を聞かせてくださいみたいなやつ。そう、その裏にはそういうことですよね、うん、いい話を。うん、なんか本当に、うん、あの私の思っていることを話すのでは全然構わないんですけど、うんうん 裏にはそういうなんか教育、うん、自分たちが求めてる教育みたいな話が聞けるんじゃないかとか、うんうん、あとはなんかあ明るくて、うん、なんていうか、こうこ歌のお姉さんやお兄さんのような存在。<laughs> <laughs> <laughs> なんか子供こ、それこそ子供らしさの伝道師みたいなやつだね、それは。 そう書店でサイン会でも読んだら歌でも歌ってくれるんじゃないかお話楽しい,楽しいおお歌と <laughs> おあの読み聞かせがあるんじゃないかみたいな。<laughs> <laughs> ないない、ねうん、ネクラですよみたいな。<laughs> どちらかというとダンゴムシですよみたいな。今ねそれも開き直ってというか。うん、あの それもありだと思えるようになったので、うん、あの軽く書店員さんの気持ちとか裏切れますけど。<laughs> いいね。栗田さんがさちょうどここのとこでさ「この本は私自身が、うんえー、全く信頼に値する、うん、しばしばそれは大人に期待される性質である存在ではないからこそ書く意味がある」うん「信頼に値する存在ではないからこそ書く意味がある」と思ってる。うん、これすごく

なんか子供ってさ、うん、結局さみ子供って言ってもさみんな違うわけじゃないですか、うん、全然考えてることも、うん、好きなことも、うん、なんかそりゃ休み時間になったらみんなで凍るようにしてね関係理とかしてるかもしれないけど、うん、でも全然一人一人の個性とかあの考えてるモヤモヤしてることって違うのになんとなくこう言えば子供は喜ぶだろうとか。 んかついてくるだろうみたいに思ってる大人みたいのがいるとけっと思って、うん、<laughs> あいつにはなびかないぞみたいな <laughs> まあそういう甘ぬるくなね、うん、子供だったんですけどだからミロコさんがねさっき言ってた学校のねワークショップで5人ぐらいの子たちとその場その場でなんか。うん できることやりたいことをなんかやっていくっていうのすごく、うん、たうまくいかないかもしれないけど楽しそうと思ってんうまくいかないんだってことも大事です、ね、そうなんだよねああじゃあ今度はこう考えてみようっていうきっかけにもなるし、うん、なんか心配することとかやっぱりすごくいいなと思ってるからうん、ねうん うん、あんまり関係ない、うん、だって絵なんかそれ言ったらほとんど失敗じゃない <laughs> 失敗といえば失敗じゃないそんなん言ったらね。なんか失敗もないっていう感じの失敗をやり続けてるとてるああ、うん、失敗ってないんだっていうかこうそこの失敗と成功の間がかなり。 怪しいもんだっててことが分分かってきますよね、多分ね。多あ、うんうん,うん、うん、栗田さんの中にこう,うん、うん、大人が何をもって子供らしいと感じらにそれをどう評価するかは個々バラバラなのであるって書いてあって、うん、本当その通りでもう何がどうっていうのはもう本当に様々、うん だから成功も失敗もないのはないけど誰か誰かはそれが成功かもしれないけど、うん、違う人は同じことしても失敗かもしれないしむしろそういうものが<男>なんていうのかな大人はすぐ成功失敗で考えちゃうけど、うん、子供の方がのがあが見てるとあ、うん えそれどう考えても失敗だよねと思ってることが本人はすごいノリノリでやってるみたいなこともあったりして <laughs> <laughs> なんかそれがすごいあそうかそういう気持ち自分は忘れてたなって思う時がありますね。前に出てきてもらった時もその話したかもしれないけどさなんか「うん、ミロコの部屋」みたいなのやったじゃないですか謎の。 もっと将軍者の斎藤さんがさ <laughs> ナコードみたいになって、はい、ミ勒コさんがいろんな人と、はい、<laughs> あの別にどこにも配信もしてないし公開されてないんだけど、うん、<laughs> いろんな人と飲み食いするっていう謎の時間ね。うんうん あこの人はなんかすごいここ,この一人で1000人みたいに暮らす人かと思ったら案外人間とちゃんと喋ってもらえる生き物なんだっていう <laughs> ああねそうじゃもっとはちゃめちゃだと思ってた、うん、あうんうん、うん、確かにそれはなんか展覧会とかして見に来る人と喋るとあ,るありますねなんか<え>あーなんか あそれこそ話せるんですねって言われる。<laughs> <laughs> <laughs> すごい、すごいね。失礼だね。失礼しました。ね、僕も失礼なこと言ったかも、今。<laughs> いやいや。なんか、靴、靴履いてるって言われたこともあって。えどういうこと靴履くよと思って。裸足のと思ってる。裸足の人とやばい人じゃないですか、それ。 いやいやどちらかというともう、ね、弱い生き物 <laughs> として <laughs> <laughs> そうそうそうめちゃくちゃ靴下も何足も持ってます <laughs> って感じで,、ね、<laughs> でも本当なんかねそういうイメージ持たれてる時はあります、ねうんうん、だからまあこの本はいろんな読み方がきっとできる、ね、このシリーズの本みんなそうなんだけどその子供と大人っていうところでもあるし、うん 何々らしさみたいなものをね結局何だったんだろうみたいなこととか自分がなんかポンコツな自分を持ちながらでもまあやっていくしかないなーかーみたいなね、うん、やっていくしかないかみたいな気持ちにもさせてくれるし、うん、いろんな読み方ができそうなね、うん、本ですよね。そこに次々と現れるね謎の生き物たち、うん、ぜひ 本をねめくって目撃してほしいですね。この最後のね絵とかめっちゃいいですよね。ありがとうございます。そうそうここねあの話しましたよね。うん、なんか、うん、初め描いた絵とは違うんですよね。うんうん、そうだよね初めはなんか私はねそんなつもりはそんなになかったんですけど、うんうん、でも確か今思えば。うん こう印象としてちょっとハッピーエンドみたいな、うん、そうそうそうなんかめでたしめででたたたしし感があったんだよねうん、うん、このハマらない絶望ちゃんとあのそれを傍観している <laughs> うなぎモドキとあと猫がいたりして、うん、その人たちがあの「幸せに暮らしました」とさみたいな感じの雰囲気が若干あったんですよね。 それをちょっと考えたんだね。やっぱりタモンさんが最後はこの絵じゃない方がいいかもしれないねって話をしてでもっと本当に怖いがわからないままだけど私こんなんだなっていう感じでまあはまれないまま本当生きてますって感じの終わりにの絵に変わって私もすごい よかったさすがと思いました、うん、なんか,なんかあとは皆さんご自由に <laughs> って感じの <laughs> 終わりですよねでもやっぱ皆さんご自由にってできない人たちが多い、うん、多いっていうかやっぱくよくよもやもやして何かにこうとらわれて、うん、ああでもないこうでもないっていうところに戻ってきちゃうからやっぱ皆さんご自由に、うん、本を読んでて あとは皆さんご自由に、あと好き,に好,きにか好き勝手に想像して暮らしてくださいぐらいの、うん、<laughs> 投げちゃう感じの本って、なんか後味としては僕すごい好きなんですよね。映画なんかもあるよね、そういうのってね。だって、なんかそこから受け取って、うん、ど,うどう考えるとか、どう思うかは。うん 自分で思うことが大事だもんね。なんかその本の通りに入れただけではあんまり意味がないというかそこからそうそう「あうさんくさい人だったな」でもいいし本当に信頼に値するかどうか疑問だなみたいな感じとかを自分で思うことが大事っていうか考えてでも私はやっぱこういう意見だなとか違う意見持ったりとか。 うん、が本を読むの。時に面白いことかな、ね、とも思うから。かうん。うん、いやー、ぜひ皆さん買って読んでみてくださいよ。は <laughs> ま <laughs> <laughs> れないまま生きてますね。栗 <laughs> リ隆子リさん。うん、うん。あの中に間新聞というね。手釣りの。あのリソグラフでせ,せっせとすったやつ。この中にもね。あのうなぎもどきちゃんがいますけども。うん。 初版は初,初版だけ挟み込んであるので、うん、なんか時間がね思いっきりオーバーしてるんですよ。そうなんです。ぼんやりしておしゃべりしてあっという間だね。<laughs> ん<と>うん。本当。ロコさんあれですかなんか告知事とかある、うん、あ、いいですか、うん、えっとちょっと先だけど7月の。 何日かな中旬ぐらいから、東京都美術館でグループ展があって。そうなんですか。どういうグループ展大地に耳をすます気配と手触りというタイトルの展覧会で、7月20日から。7月20日から。ちょうど夏休みぐらいからって感じか。あ、そうですね。はい。 今、絶賛制作中なんですけど、うん、それぞれの作家が自然と向き合いながら作品を生み出している。うん、あでも、ミロコさんの絵がフライヤーになってますね、<あ>メインビジュアルにそう。メインビジュアルに使っていただいて、いろいろさまざまな人たちなので、うん、私もまだ見ぬ皆さんの作品を楽しみにしてますけど。<laughs> あ、私のもね。まだ出来上がってないんだね。あ、そうそう。そうなんです。ド何点ぐらい出すんです、これは。点数はね、えらいこと、あ、なかなかの広さなので。うん、そう。わかりません。で。はい、立体あり、映像あり。なるほど。いろいろ考えてますので。 ぜひ生きる感覚を読み覚ましてくれると、うん、いうね、はいうん、コピーが書いてありますけど楽しみですね7月20日土曜日から10月9日まで長いはい、うん、東京都美術館でやってるそうなんで、はい、ぜひ見に行ってください本は<ん>本は 本は、いや、今、絵本のラフが2個ほどちょこちょこっとできてきているところで、はい。年内に何か。まあ、でも予定は、うん、どうでしょう。そう年内にできるのがあるかもしれない。まだスケジュール感が出てませんが。じゃあ、そちらも楽しみに。はい。 今日は絵本作家のミロッコ。マチコさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。 作りした曲は LM スタイルスで This Love o n Mine でしたということでエンディングでございますはいでもなんかミロコさんってさ前にあの本当それずいぶん前だけど偶然の想定から出した時にさ、うん、ミロコさんと対談でなんかうん、うん、トークイベントやろうよって言ったらいやミロコさんが私はもう本当トークイベントとか苦手なんでとか言って 「うん、タモンさん一人で喋ってください」って「私絵描くから」とか言って <laughs> どういうそうそうライブペイント中に僕が一人で喋ってるっていう、うん、謎の <laughs> 謎の対談でもね,でねそうこうやってラジオだといつも「いやそんな対談ねイベントできない」って、うん、え言,う言うのがちょっと信じられないぐらい。 い、いつも面白い話ね。うん、近況からしてい,、うん、いろいろね、今日も本の話してくれたし、うん、うん、学校の話ももっと聞きたかったです、ね。そうだね。うん、行きたい。うん、そんな少人数でさ、ね、やってて、うん、うんうん、ね、みんなでなんか作ってるのを見に行きたいですね。それがだってクリスマスイーだって。あとはあとは先生。 うまく立体にしてくださいっていうのがいいじゃん <laughs> でも本当はさ学校のワークショップってそういうもんなんだよね問題なんだよっていうかどうしてもさ学校まあいろんな学校あるけど丸投げになりがちっていうか。うん もうあそのワークショップをやってくれる、うん、僕なんかも本作りワークショップとある学校でやった時もさうん、うん、先生が全然こう入ってこないっていうかうん、うん、もう専門家にお任せしますみたいな感じになっちゃっていやでも一緒にせっかくやるんだから一緒に考えるところからやった方が面白いよと思うんだけどうん、うん、それが確かに、うん、多分ロコさんのねその奄美の小学校かなは。 そういう先生が、うん、それに応えてくれるような先生がいるんだろうね。うんうん、うん、うん。いやいやそれがいいですよそういうのが本当に人間人間って感じねし <laughs> ますけどね、うん <laughs> うんうん。確かにでも人数が少ないっていうのもすごいありますよね。そう,そうなのみんなの距離が近いんだろう。うんだから 人数が多いことでのもちろん利点もあるんだと思うけど、うん、特に学校に関しては少ない方がいろんなことできるよね。そうですよね、うん、なんか小回りが利くっていうかこういう時代だからさなんかいろん何かをやるごとにもさいろんな人のなんか承諾を得なきゃいけないっていうか了解を得なきゃいけないっていう。 それをやっぱ大人数でやってくってうん、うん、どうしても誰かの意見を封殺しないといけないみたいな状況になってみんですよね。んなないとんか結局声の大きい人だけが残るみたいなことになっちゃうから少人数だったらもうちょっと顔と、ね、膝つき合わせて話せるっていうねうん、うん、なんとか。 ね話してったらこう、まあ、ここら辺でこうしようかみたいなね、緩やかな着地点が生まれそうだよね。まあ、日本はほら、これからさらにどんどん人口も減るし、せっかく少子化ですから、みたいなう、うん、もう少子化をこうプラスに考えて、やっていくしかない。いそう うん、まあなんか日本ほらどこだ北欧とかさ日本人は憧れがあるわけじゃないですかそう,そういう社会社会的な福祉とかさ <laughs> 教育とか進んでる感がいまだにあるですうん、うん、イメージが。うん、うんうん、なんか本当はに日本も少子化になってもさ少子化こう人口が減ってもなんか。 日本に行ったらすごい面白い教育が受けれるらしいよとかさなんか自由に絵が描け,る、うん、描ける国がまだあったんだそれは日本だみたいになったら <laughs> いいけどね <laughs> 最後にたどり着けるみたいなねそあそこ島国だから多少変なやついても大丈夫だよみたいな <laughs> 確かにね本当は多分そういう土地だったと思うんですよねいろんな大陸の方から。うん あの弱い人たちが、うん、<laughs> 他の大陸でガンガンできない人たちが集まってきてどうだったのかな、うん、なんかいいねそれんか私あの縄文時代に、うん、あの土偶作ってたじゃないですか日本の人たちってなんか一方その頃エジプトとかでは、うんうん、なんかものすごいこう<ー>でかい、うん、規模がね ギラギラのお面みたいなのとか作られてて神様に捧げるみたいななんかその頃日本でちっちゃい土偶作ってた人たちすごいかわいい愛しいなって思っていてその感じがなんかすごくいいなそのことピカピカの方に行かなかったのかもねうんか自分たたちのめに そっと作っていたっていう感じがそうねいいなって権威の象徴とかじゃなくてねじゃなくて、うん、そうそうエジプトのキラキラはもう本当そういうねそれこそ王家のなんとかみたいなねいう,そう,そういがありますもんね王様とか神様とかへのそうそうそうもうちょっとなんか、うんうん、まあ縄文時代に民芸はなかったかもしれないけど <laughs> そういうね <laughs> 生生活のの中で生まれてきたものみたもみいなインドも少数民族の人たちの作るものはそうですよやっぱり。そうか、うん、そのなんていうのかなマジョリティの芸術とか工芸ってやっぱりどうしても大きな、うん、まあ王様がパトロンになってとかねんかヒンドゥー人やイスラムのそういう権力者が後ろ盾になって。 作ってるっていうの、うん、その世界もあるけどやっぱりプリミティブなものの面白さその素朴だけどなんか面白い造形だなっていうのは少、うん、数民族の人たちもね作ってるのはねまあ世界の少数民族の一人一つでしょ <laughs> そのうち <laughs> 日本人も日本人もねきっとねそう。うん あのしぶとくやっていきましょう。<laughs> そうですね今日告知はねいろいろあった気がするんですけど、うん、今日あまりにも今日バタバタしていてちょっと忘れてきちゃってるんですよね。寺尾佐帆さんが5月29日に「愛のありか」っていうね、うん あのニューシングルを出しましたね。<laughs> 配信で聞きます。めっちゃいいよこれも。聴、うん、<laughs> こう。あとはあれですね。あ、そうそうそう。森まゆみさんあの屋根線の編集後記と本が出たんだね。うんうん、あへえ、うん。あの屋根線はねもう九十話話されてた気がする。あそうだっけ？九十四号で、うん、えっと。 終わったのかなまあその編集後期だけを集めて一冊にして森さんはじめね山崎さんあのとかねあの森さんの、えー、と娘さんも登場するみたいですけどね4人で書いてるのがこれどこだっけな「屋根線の編集後期」っていうねこれなんていうの「月のうさぎ」って書く月。 三重県伊勢市にある小さな出版社「はい、ゲット社月にうさんぎがすぐ」という伝承にちなんでつけられた、うん、ゲット社から出てるみたいね屋根線の編集後期、はい、それとそうそう前回にもねちょっとお話ししていた岩手の手話、うん、町手、うん、町のひずめ商店街で6月の「 15日16日が本と商店街というブックフェアはいこちらもまだ、えっと、トークイベントワークショップ入れるはずなのでえーうん、行けそうな人はぜひチェックしてみてください本と商店街はいあの結構楽しみあのいろんな出店者のね人たちとここで再会なんかこのさブックマーケットでいろんな人に再会できるって結構いいよね うん,うん、なんかしばらく会ってなかった人とかなんか同じようなねっ、ね、かまとめて会えるしかない、ねうん、よく言ってるのはなんかあの結構そのブックマーケットの中に著者がいるみたいなことがあるから、うん、ブックマーケットで本買ってうん、うん、それでちょっと回ると御朱印帳のように著者のサインが集められるっていう,う。 そうですよね、うん。それのやっぱ良さはあるよね。うん。うん、私も足立真理子さんとか、マ、うん、ーケットだったの、ね。あ、そっか。そうだよね。うん、だ他に接点がね、うん。わざわざ横浜に行ってね、会いましょうってしなきゃ会えないわけだし。うん、うんうん、まあまあ、えー、そろそろ。 与太話もここら辺にして、お開きしますか。大丈夫です。いや、ちょっと疲れちゃった。<laughs> 疲れちゃったよ、本当に、うん。ちょっと今日、朝からずっと動いてるので。そう,そうか、そうか、ん。ちょっとじゃあ、水飲んでおみしてください。そうですね、うん。ちょっと昼寝して。うん、えー、なん、昼寝できないんだ、うん、この後ね。色を返さなきゃいけないん、うん。あ, <laughs> <laughs> あと、あの間で考えるシリーズもね。あの、今、あの、うん。 やってるのがありますから、それがそ現代進行曲が、うん。だから十十、うん、分だけ寝て、十 <laughs> 分だけ昼寝して、しての <laughs> あのやりますから。十 <laughs> <laughs> 分だけ寝かせてください。寝かせてください。<laughs> <laughs> はい、えー、本をめぐって西へ東へ、二千二十四年六月五日水曜日本都ラジオお開きな致いたします。えー、お相手は想定家の矢作たもと。はい 岩永里子でしたでは来週がねお休みいただきまして、はい、おそらく再来週うん、うん、再びお目にかかれると思います。はいはい、じゃあ皆さんねちょっと気候があったかくなってきましたけどバテずに風を感じて、えー、楽しい週間 2>,、はい、2週間お過ごしください。は <laughs> <laughs> はいいささよよなら mis días, también darte mis noches llenas. Salga el sol, besar todas tus lágrimas.